こんにちは、大井隆です。今回はサーキットを走るなら絶対に知っておかなければならないフラッグの説明をします。サーキットにはポストと言われる監視小屋があって、そこからコースの先の状況を教えてくれます。先頭集団で発生したアクシデントで早速ダブルイエローの60キロ規制。これだよ、これひどいね。まず使用頻度の高いところからいきましょうかね。木旗が出たら、その先に、まあ、スピンをしたりとかコースアウトをしたりとか、何らか、クリアではない状態にあるよと、それを知らせるのが木旗です。静止状態、これはコースサイドに車が止まったりとか、そういう場合ですね。でもコースサイドで人が降りたら木旗が振動になります。日本振動はやばいと思ってください。木旗追い越しをしちゃいました。で、またポジションを戻せばいいんでしょっていうふうに考えている人が中にはいるようですけども、スピード差が非常にある車、それが木旗がパンと出ました、スピード差100キロありますって言ったら突然100キロの減速ができないので、木旗を確認した、減速しながら抜いちゃいました、ポジションを戻します、これはOK。 でもアクセル踏んで抜いちゃったらもうアウトです。気をつけてください。追い越し禁止になるのは、木旗が出ているポストから先なので、木旗が 100m 先に出てる、危ないぞって言ってそこから急減速をしてしまったりすると非常に危険なことがまた逆に起きてしまうと、気をつけなきゃいけないよと。赤旗はまあ、赤信号ですよね。だから走行は中止ですよ。レースの場合も赤旗が出たらもうレースはその時点で中止と。で、赤旗出たんだけどあと最終コーナー立ち上がってめちゃくちゃいいラップなんだよねって言っても、基本的に赤旗が出た時点で時計は止まります。後ろ髪を引かれる思いはするでしょうけれども、さっさとピットに戻ると。で、その際に徐行をしろっていうふうに書いてある本がいっぱいあるんですけども、サーキットの徐行っていうのは一般道の徐行とは違って、見晴らしもいい、コース幅もある、一方通行、っていうような状態なので、ストレートだったら別に100キロぐらい出してても徐行のうちだと、まあ、オイルが出ているとかクラッシュ車両がいてパーツが散乱しているとか、そういうところに近づいたらゆっくり走る、しかもそこにドライバーが降りているとか救助が行ってるとかいう場合は、その人たちが大丈夫かいつって思わないスピードに、速いうちから落としていくと。で、これも急減速はしちゃダメと、覚えておいてください。これはオイルバタとも言われるフラッグです。黄色と赤のしましまです。この旗の意味はコースコンディションが変わりましたよと。例えば、雨が降ってきました、氷が降ってきましたでニュールではありますけども、あとはそれ以外にも砂利が出てますとか、土が思いっきり出てますとか、要するにコンディショングリップが変化しましたよというのがこの旗の意味するところです。これは基本的には降りません。降るとね、早く降るとオレンジ色になっちゃうんで、なのでこの旗がしばらくしたら引っ込むんですけども、引っ込んだからといって路面コンディションが回復したという意味ではない。この旗が引っ込むのはコース上を走っている皆さんにこの旗が確認されましたね、コースコンディションみんな分かったよねって言った時点でこの旗は引っ込みます。そこを間違えないように。で、白旗は、スロー走行車両がいますよと。
この先にいますよということなんで、別にこれは追い越し禁止でも何でもないんですけども、ゆっくり走ってる車がいるぞということを知らせる方です。オレンジディスク、オレンジディスクはオレンジボールとも呼ばれるんですけども、これは車両トラブルが、ありますよと。例えばバンパーが取れそうですよとか、マフラー引きずってて、そのまま走ってたら怒っちゃうよとか、タイヤが取れそうですよとか、場合によってはあんたの車後ろ火吹いてますけどとかね、そういうこのまま走ってると危険ですよということを知らせるのがオレンジディスクです。で、基本的にはメインポストの下でゼッケンと一緒に提示されるっていうのがこの旗なんですけども、メインポストだとそれを見た車が一周して戻ってくるみたいな状態になってしまうんで、何箇所かでオレンジディスクを出してくれるっていう、まあ親切とも言えるけども、一周オイル巻かれたらたまらんわみたいなね、そういうサーキット側の気持ちもここには入ってるよと。だからオレンジディスクが出たぞと、俺だなと、たまに指差しの時もあるからね、俺だなと思ったら何をすればいいか、まずはミラーを確認してください。でミラーを確認して後ろがケムケムになってたら、それは液体漏れです。オイルかクーラントなのか何なのかは分からないけども、液体漏れによってそれが温度の高いところについて、で揮発して煙になっていると。でそういう場合はもうさっさと、コースの外に車を出さなきゃいけないんですけども、気をつけなくちゃいけないのはフロントからオイルが持ったりすると、自分のオイルに乗ってスピンするとかコントロールを失ってしまうってことは十分あります。だから、ゆっくり急ブレーキ踏まずにゆっくり減速をしてって、で減速をしてからコース外に車を出すと。だそれまでになるべく端っこを走るっていうのは重要ですけどね。速いスピードのまんまやばいっつってグラベルに出てしまうと、そこでまたどったんばったんね、車が壊れてしまったりとか二次被害っていうのも考えられるんで、気をつけてください。黒旗、これはレースで使われている、JAF FIA のルールだとこれはもう失格です。そういう旗なので、これは見たくもない旗なんですけども、例えば筑波サーキットのコース線とかだとこの黒旗を走行会で、普通のスポーツ走行とかでも振るんですけど、これ出して、やっぱりゼッケンとか指差しで、これは、ボンネットが開いてますよとか、窓閉めてないよお前とか、そういうね、このまま走ってちゃダメよ、一回ピットしなさいっていうね、警告の旗になります。要するにオレンジディスクと同じように、レース的に考えれば運用されるんですけども、オレンジディスクは車両トラブル、これは、ルール違反っていう話になります。多分音量が、規定値をオーバーしててもこの旗が出ると思います。ミニサーキットになるとそのローカルルールっていうのがある場合があるんで、ミニサーキットの場合はそこの、ルールっていうのをなんか絶対書いてあると思うんで、それを確認してください。ブルーフラッグ、このブルーフラッグは振られます。これは後ろから、速い車が来てますよと。だから、道を譲んなさいと。この旗何本か見るうちに、まあ、これで一瞬2周してしまうとペナルティを食らう場合もありますけどね。だからさっさと、円滑にパスさせると。でグリーンフラッグ、このグリーンフラッグは解除です。だから木旗があったりとか、まあ赤旗の解除はグリーンは取れないですけど、まあ、木旗が出た、次のポストグリーンで、グリーンが振られているポストから規制解除、追い越しをまたしていいですよという話になります。でも、大体ね、大きなサーキットの走行会でもフルポストで全ポストに、ポストインがいるわけではないので、ちゃんとしたレース以外ではこのグリーンフラッグっていうのはあまり使われていません。
これもねなかなか珍しい旗なんですけども、これはスポーツマンシップの精神にお前反してるぞと、お前ダメだよそれっていう、警告の旗になります。これは警告の旗であって何のペナルティとかピットインしなくちゃいけないとかそういうことではないんですけども、これを出されたらちょっとあんた慎みなさいという話です。そしてチェッカー、これはチェッカーフラッグ、メインポストで振られる走行終了ゴールっていうことを意味したチェッカーフラッグです。でこれを2回見るとやばいよと、ペナルティだよと。この前、これをトップでチェッカーを受けて、であれコース上に戻ればいいんだったっけなって言ってコースに、意気揚々と戻ったら2回目のチェッカーフラッグを見てしまい、ダブルチェッカーで優勝が不意になってしまったというドライバーもいます。このチェッカーを振られたら、クーリングしながらピットに戻ると、2回見ちゃダメよと。で大体あの普通の走行会だったらそろそろチェッカーの時間だなとかそういうのがあると思うんで、その辺も気にしているとダブルチェッカーを受けずに済みます。